あア,アラベリーが公式名である中世のナバラ王国時代にはメリンダーデスの一つメリンダーデスで降りての中心地であった考古学上の発見から紀元1世紀にはローマ帝国の居住地があったことがわかっている強固な帯状の壁で囲まれた丘が後に中世には存落になった現在の町の周囲からは ローマ時代のビラートが見つかっている。セビリアのイシドールスは、その著作の中でオリテについて触れている。彼によると、西郷王スインティラが621年に、オリーギカスという都市を築き、バスク人からの攻撃に備えて、防衛を強化したという。1147年、ナバラ王がルシア6世がエステリアに特権を与えた、際、王は、初の検証を、 エステイリアのフランク人大管区であったリ手に授け、同時に土地をフランク人に与えた。民事裁判所の設置がリ手の発展を進めた。法的な措置として、王のビラの要因や施設と同様にリ手そのものを大管区とし、大幅な税特権が与えられた。1266年3月17日、サンドににてテオバルド2世はリ手に、 毎年5月1日から15日間の市場を開く、権利を与えた。この年から降りてで、コルテスが開かれた。1302年1月、ナバラジョー・フアナとナバラオ・フェリッペは、市の開催時期を変えてほしいという降りての求めに応じて、11月2日から市を開催するよう変更した。中世以後、ナバラ王に愛された降りては繁栄の時代を迎えた。 カルロス3世と王妃レオノールデトラス・タマラはこの時代の輝きを反映させた壮麗なリテ王宮を建設させた1630年フェリペ4世はリテに都市の地位を与えたリテの繁栄は19世紀の戦争と政治的混乱で終止符が打たれた人口が激減した19世紀の特筆すべき出来事は自治体の危機と スペイン発の農業共同組合3つのうち1つがオリテで結成されたことである。ありがとうございます。